体年齢を調べる5つのエクササイズ。私たちは生まれつき柔軟性があります。それゆえ子供は簡単にまたわりができ、頭の上に足を乗せることもできます。ちょっと奇妙にも見えますけどね。残念なことに年を重ねると、自然な柔軟性と関節可動性が失われます。オフィスワークもその状況を悪化させます。ついには背中をまっすぐにすることが困難になり、またワンピースのファスナーを締めることが不可能であると気づきます。ドレスものについては特に難しいでしょうね。私たちの体は徐々に年を取りますが、まだ順応できるかを正確に調べることは可能でしょうか。ブライトサイドでは体の柔軟性をテストし、体年齢を推測するのに役立つ5つのエクササイズを紹介します。不愉快な結果になるかもしれないので、準備をしっかりとしてください。エクササイズの前にジャンプやスクワット、足をブラブラさせるなどのウォーミングアップをしましょう。もしくは満タンのバスタブに座り、排水管を開け流れに逆らってみるとか。ちょっと言ってみただけです。それでは準備ができたら本来の体年齢を調べてみましょう。テスト番号5、肩関節の柔軟性。肩関節の柔軟性から調べてみましょう。まず両手を背中で合わせて、お祈りを反対向きにしたような形を作ります。簡単ですか、それとも難しいですか。おそらく少し痛いのでは。これが意味するところを見てみましょう。もし何の苦労もなくすんなりできたなら、おめでとうございます。調子がいいか若いということです。もしこのエクササイズが思ったより難しければ、単にもっと訓練が必要ということです。習うより慣れろと言いますよね。しかしもし非常に難しかったのなら、間違いなくいくつかの改善が必要です。背中で肘を慎重に掴むようにしてみてください。数分間そのままでいます。四十肩になりたくなければ、もっと訓練しましょう。肩の柔軟性を高めるために何ができるでしょうか。最も効果的なエクササイズは様々な違った種類のストレッチです。ですから肩の柔軟性を高めるために、少なくとも1日1回は必ずストレッチを行うようにしてください。また仕事の休憩中やどこでもできるような簡単なエクササイズを試すこともできます。右腕を上げ、肘を曲げ、首と頭の後ろに置きます。背中へ滑らせるように下ろし、手が背中の真ん中で触れるように左腕を伸ばし、両手の指が触れるようにします。次に左腕で始めて同じように繰り返します。もしこのエクササイズが難しいようなら、あまり急いでやらないように、ゆっくりやってください。ちょっとした習慣でもそのうち完璧にできるようになるでしょう。テスト番号4、脊椎の柔軟性。次に脊椎の柔軟性について調べます。おそらく学校の体育の授業で何度もやったことのあるちょっとしたエクササイズをやってみましょう。足を肩幅に開いてまっすぐ立ち、膝を曲げることなく上半身を前に倒します。手が床につくようにやってみましょう。難しいですか。これはどういうことが言えるのか見てみましょう。もし手のひらが全部床についたなら素晴らしいことです。あなたの体年齢は25歳以上ではありませんし、日常的にストレッチをしています。今やっていることを続けてください。後になって体はあなたに感謝するでしょう。もし指だけが床についたならそれも問題ないですが、もっと練習が必要です。最初のグループの人たちを目標にして、もっとストレッチを始めましょう。変えられないことは何もありません。最後に、もし床に手がつかないのなら運動する必要があります。あなたの脊椎の関節はおそらくソファー、温かいブランケット、そして編み物と友達になる準備を始めているかもしれませんよ。自分を取り戻し、強くて柔軟になるためにエクササイズを始めましょう。これには多くのヨガのポーズが役立ちます。それらは変わったものや難しいものではなく、いつも夢に見てきたより強い体を作るのに役立つでしょう。鳩のポーズ、橋のポーズ、ワシのポーズ、そしてポーズを取らずに静かでいることなど。私自身スクワットをしている子犬のようですが、このような日常的な運動の後より良くなっていると感じるはずなので、ぜひ試してみてください。もし重要なエクササイズを選ぶことや良いエクササイズリストを作ることが難しければ、いつでもこの動画をチェックすることができるのを忘れないでくださいね。
あなたが見つけた柔軟性の問題を解決するのに役立つ効果的な全身運動が見つかるでしょう。それでは次の挑戦に行ってみましょう。テスト番号3、首と肩帯の柔軟性。首と肩帯の柔軟性を調べてみましょう。これもまた体年齢について多くのことがわかります。まずやるべきことは、足を腰幅に広げて膝をつき、かかとを触るようにしながら体を後ろに倒します。思ったよりも挑戦的なことでしたね。もしこの過程で本当にかかとに触ることができないと分かったのなら、一生懸命やりすぎないように、背中を手で支えて後ろに倒しましょう。あなたは10代の若者ではありませんよ。だからこそ、より強くより良い体を得るために柔軟性にできる限り取り組むべきです。もしこの動作が大したことなかったということであれば、素晴らしいことです。ゆっくりと姿勢を戻しましょう。状態を改善するために首の柔軟性のエクササイズを始めましょう。痛みを伴わない程度に伸びていると感じるまで顎を引っ込めます。さらに伸びを感じるまで再度首を後ろに倒すと効果的です。これらのエクササイズを約5回繰り返します。肩帯の柔軟性はどうですか？これのために膝をつくエクササイズもできます。お尻の下に足を入れ、膝をついた状態で始めます。お尻を持ち上げ、同時に頭の上で腕をまっすぐ伸ばします。片方の腕を下げ、もう片方の腕を上げて反対側に倒すことで脇を引き締めることもできます。この簡単な運動を約5回繰り返しましょう。日常的に行うことを忘れないように、それが成功への鍵となりますから。テスト番号2、股関節の柔軟性。体の若さを示すもう一つの重要なことは、股関節の柔軟性です。いいか悪いかを見分けるには、単純に頭を膝に向けて倒すことです。まず足をまっすぐに伸ばして床に座ります。右膝を曲げ、左の太ももにかけて胴体を低くし、左足をつかむようにします。このエクササイズはあなたにとってどれくらい簡単ですか？私はこれに悪戦苦闘してますけどね。もしおでこが膝に簡単につき、その状態を最低2分間保てれば、おめでとうございます。あなたの体年齢は小学生に近いですよ。どうやったらそんな風になれるんですか？きっとあなたがやっていることは正しいので、これを一生懸命続けましょう。しかし、もし膝に届かなかったり、足が無意識に曲がってしまったりするなら、関節は可動性がなく、太ももの後ろの筋肉に十分な弾性がありません。柔軟性があり、健康な体になりたいのなら、取り組むことがあります。股関節の柔軟性を高めたいなら、次のエクササイズを日常的にやることを忘れないように。柔軟性につながるほとんどのことと同様に、ストレッチがここでも答えとなりますよ。まずはじめに、足をまっすぐにし、背筋を伸ばして座ります。右足を曲げて胸で抱え、伸びを感じるまで強く抱きしめます。再度言いますが、痛みを感じない程度で行ってください。効果的に、かつ安全にやってみましょう。2つ目のエクササイズは、座ったままのストレッチです。膝を外側に曲げて座ります。足の裏を合わせて、できるだけ足の付け根に近づけるように持ってきます。そして、伸びを感じるまで体を前に倒します。より効果を上げるには、この2つのエクササイズを1日最低5回は行いましょう。もし痛みを感じるなら、ゆっくりと。急ぐことは効果的でなくなるので、急いでやる必要はありません。体の声を聞いてゆっくりとやりましょう。テスト番号1、膝関節の柔軟性。最後のテストです。膝関節の柔軟性がどのくらいいいか調べてみましょう。普通の腕立て伏せの体勢で始め、体が逆さの V の字になるまでお尻を天井へ押し出すようにします。両足はしっかりと地面についたままです。やりましたか？結果は自分自身を物語っています。若いうちはこのエクササイズは難しくありません。小さなステップを踏み、腕立て伏せの体勢から簡単に大文字の A の形を作ることができます。少し楽しそうにも見えますね。30年後、状況は変わりますよ。肘、膝、背中を曲げることなく、このテストに合格することはもっと難しくなります。
この問題を心に留めておき続け、ストレッチをすることにもっと関心を向けましょう。もし完全にこのテストに失敗したなら、あなたはおそらく50歳以上で全くスポーツとは縁がないのでしょう。怠けることなく日々の運動にいくつかのエクササイズを加えることで、膝関節の柔軟性は高めることができます。最も簡単にできることは屈伸運動です。楽に横になり、伸びを感じるまでできるだけ膝を曲げます。別の有力なエクササイズはこちらです。足を揃えて伸びを感じるまで、かかとをお尻の方へゆっくりと向けます。両膝を揃えることも忘れないように。この状態を約15秒保ちます。これらのエクササイズを約5回繰り返し、その後しばらくすると体がとても柔らかくなり、調子が良くなったことがわかるでしょう。これらの課題のうち最も難しいのはどれでしたか？下のコメント欄に書き込んでくださいね。評価ボタンを押すのもお忘れなく。お友達にもこの動画をシェアしましょう。有益で楽しい映像をもっと見るために、チャンネル登録もお願いします。それではまた。